皆さんで授業を乗り切って夏を迎えましょう。今月は音楽表現学科3年メディアコースから金成浩太さん、長野司さんで結成されたビートタイムアコースティック部、音楽表現学科2年ポップ&ジャズコースから浦岡優希さん、池田明乃さん、伊礼希安さん、宮沢達樹さんの4人で結成されたハメアラレの2組のアーティストを迎えしております。はじめに演奏してくださるのはビートタイムアコースティック部の2人です。皆さんです。失礼いたしました。それでは準備が完了したようなので演奏していただきましょう。ビートタイムアコースティック部さん、お願いします。あなたとでも酒に
ドタイマーコースティックフさんありがとうございました。と感想を一言いただいてよろしいでしょうか。すごく良かったね。ではビートタイマーコースティックフさんに少々お話を伺ってみようと思います。よろしくお願いします。まず一つ目なのですが、最近気になっているアーティストいらっしゃったら教えてください。お礼でいい。じゃあ最近気になっているアーティストはかなりコータっていうアーティストが気になってて、なんかすごい中二な歌詞と中二な感じな曲を作る、かっこいい曲作る人がいるんですけど、まあこいつなんですけど、いやでもそう、彼の曲が最近かっこいいなと思うぐらいですけど、彼が作ってるオリジナルがなるほど。アーティストあ、かなりさんの曲を、あ、え、お、あ、自分の曲、いや、いや自分の曲は別に、あ、最近あ、ハマってるアーティストは、アマザラシというバンドが、ハマっています。それは何か理由とかはありますか。僕、歌詞がすごい深い、バンドでですね、あと自分ピアノが、まあ、好きなんですけど、それをうまく使ってるバンドなので、はい、非常に、よく好んで聴いています。ありがとうございます。では次の質問に行ってみたいと思うんですが、普段は、普段はどのような音楽活動をなさっているのでしょうか。普段は、自分らかなり俺は外で同人バンドを組んでて、まあ、基本的にコミケみたいなそういう同人の即売会での音源制作を基本的にしてて、まあ、それで作った CD がちょっと後ろの方にあるんで、まあなんか給付新譜3枚ずつ置いてあるんで、まあ早い者勝ちということで撮ってってもらえるといいなっていう。ちなみに俺今回歌いましたけど、俺はギターとベースだけやってて、でボーカルが女の子でなんかすごいロックなことやってるんで、まあロック好きな子はまだ後ろに残ってるかよくわかんないけど、3枚ぐらい置いとい、合計6枚ぐらい置いといたんで、気になる人はパッと取ってってもらえると嬉しいです。ついでにツイッターもフォローしてくれると嬉しいです。まあそんな感じで音源制作してます。ありがとうございます。その他何か告知などございますかね。8月13日の土曜日に新宿にあるワイルドサイド東京っていうライブハウスでライブを企画してるんで、まあ、多分チケットが1000円か2000円ぐらいなんで、頭に留めておいてくれると。じゃあそんな感じで以上です。はい、ありがとうございます。ビートタイムのゴースティック部さんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。You're nice.
ちらにお越しいただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは雨あられの皆さんにもお話を伺ってみたいと思います。雨あられの皆さん、今回どのような経緯で結成されたグループなのでしょうか。私は私この彼に誘われたからで、まあ、彼がやりたいと言ったので撮影を行います。ステージをお集まりください。ありがとうございました。